ヨエニス・セスペデス・ミラネスは、キューバ共和国グランマ州、カンペチュエラ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は、MLB のニューヨーク・メッツに所属している。愛称はスペイン語で、ザ・パワーを意味するラポテンシア。弟のヨエルキス・セスペデスも、野球選手。代理人は、ラッパーの JZ が経営する、ロックネーションスポーツ。キューバの名門体育大学であるマニュエル・ファハルド。 国立体育大学を卒業。2003年より、キューバ国内リーグである、セリエナシオナルでベースボールのアラサネスでグランマに所属。2007年には2007年、パンアメリカン競技大会の野球キューバ代表に選出された。2009年に、第2回ワールドベースボールクラシックのキューバ代表に選出された。同大会では、全試合に出場し、大会通じて打率。 4 5 8に本塁打5打点の活躍で大会ベストナインに選ばれる。第2ラウンドの日本戦では小笠原道博の打球を落球した。国内リーグでは2010から2011シーズンにおいて打点王と本塁打王に輝いた。2011年11月ドミニカ共和国に亡命したオークランドアスレチックス時代2012年2月13日に オークランドアスレチックスと総額3600万ドルの4年契約を結んだ。この契約は2003年にホセコントレラスがニューヨークヤンキースと結んだ4年契約総額3200万ドルを抜いて亡命キューバ選手としての過去最高額となった。この年は129試合に出場し、打率292本類打23本、82打点などの成績を残した。 2012年のアリーグ新人王投票では2位19票3位6票で計63票を獲得し全体では2位となった2013年はオールスターゲームに選出されなかったものの前日に行われるホームランダービーに選出され優勝したこの年は135試合に出場し26本類打80打点7盗塁打率240だった 2014年は初めてオールスターゲームに選出された。ホームランダービーでは1999年のケングリフィー・ジュニア以来史上二人目の連覇を達成した。ボストン・レッドソックス時代2014年7月31日にジョン・レスター、ジョニー・ゴームスとのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍した。この年は自己最多となるシーズン通算152試合に出場した。本類だは。 自己最小の22に止まった一方で、2塁打36.3塁打6はいずれも自己最多となった。また得点圏打率、309を記録するなど勝負強い打棒を見せ、メジャーリーグ所属後では、初となるシーズン100打点を挙げた、デトロイトタイガース時代2014年12月12日に、リック・ポーセロとのトレードで、アレックス・ウィールソン、ゲイブ・スパイアーと共に、タイガースへ移籍した。 タイガースでは、リフトのレギュラーで起用され、102試合に出場、打率は、293と、300未満だったが、28本の2塁打と18本のホームランを放って61打点を叩き出した。リフトの守備は99試合で守りにつき、5失策を犯して、守備率、977だったものの、DRS は11というハイレベルな数値をマーク。 2015年7月31日にマイケル・フルマー、ルイス・セッサとのトレードでニューヨーク・メッツに移籍した、同年11月2日に FA となった。メッツでは57試合に出場し、打率287.17本塁打、44打点、超打率604を記録、特に本塁打はタイガース比でマイナス45試合にもかかわらず、1本。 少ないだけというハイペースだった。守備は左翼手と中堅手を守り分け、DRS は0だった。2チーム系での打撃成績は159試合で打率。291.35本塁が105打点、7盗塁、オプス0.870という内容で30本塁打以上はメジャー初、100打点以上は2年連続だった。 2016年1月26日にメッツと総額7500万ドルの3年契約を結んだ。シーズンでは開幕から安定した成績を残し、前半戦を打率。302リーグ5位体の21本塁打を記録して、自身2度目のオールスターにファン投票で選出された。この年は132試合の出場で打率。280、31本塁打。 86打点だった。オフに、残りの2年契約を破棄し、FA となった。球団は1720万ドルのクオリファイングオファーを提示したが、11月14日に拒否した。11月30日、4年1億1000万ドルで、メッツと契約を結んだ。2017年4月11日のフィラデルフィアフィリーズ戦では3本塁打を放ったが、同27日のアトランタブレーブス戦で、 左ハムストリングの張りを起こして故障者リスト入り、5月10日に復帰したが、8月25日のワシントンナショナルズ戦には、右足のハムストリングを負傷して、そのままシーズンを終えた。81試合の出場に止まった。2018年は開幕から出場し、4月18日のナショナルズ戦では、満塁ホームランを放った。しかし5月中旬に股関節屈筋の故障で、 故障者リスト入り、復帰戦となった7月20日のニューヨークヤンキース戦で、本塁打を打つも、試合後に石灰化した両足のかかとの手術の可能性について明かし、同25日に手術を受けることを GM 補佐が明らかにした。8から10ヶ月の欠場を示唆した。38試合の出場に終わった。2019年は両かかと手術から回復中の5月18日に、 フロリダ州にある自身の牧場で地面の穴にはまり、激しく転倒。足をひねり、負傷した足首を骨折して全球した。オフに来期の契約を見直し、元々2950万ドルだった基本給を大幅減の600万ドルにすることに合意した。キューバ国内リーグ屈指の長打力を誇り、リーグ本塁打王争いに顔を出し、何度も上位3位に入る。母親のエステラ。 ミラネスは元ソフトボール選手であり2000年のシドニーオリンピックではキューバ代表で出場した。弟はヨエルキスセスペデスで2019年6月にキューバから亡命した野球選手である。ありがとうございます。